もう福島の食材にこだわって29年やってきた、もう地産地消という言葉ができる前から福島の食材を最大限に生かすような、それをこだわりとしてやってきたお店です。なんかもありますよね。はい、でその流れで本当に無添加手作りの瓶詰めのシリーズとかも展開させていただいてました。大きかったですね。まずうちは郡山市の特産品になってます曲がりネギというブランド野菜があるんですけれども、曲がりネギを使ったネギ味噌ですとかあったんですけど、福島県でもいち早くその出荷制限というよりも摂取制限になったお野菜がとってもたくさんありましたので、もう大打撃ですね。地元のものがまず使えない、地元の魚は全く入ってこない。ですからもう29年やってきた、こだわってやってきたことがもう根底からひっくり返されてしまった形でした。福島さんのものは気持ちが悪いとか、本当に大丈夫なんだろうかっていう、そういうところでもうどこの業種さんもすごい苦戦してると思います。現にうちのお店でも首都圏からのご注文はほとんどなくなりましたし、と首都圏からのお客様もかなり少なくなりました。結構深刻です。放射線に関するその食品に対してもそうですけど、ものすごい検査、種類もすごいですし、回数もものすごく検査して、で安全を確認されたものを出しているので、これから出てくる新米なんかももう全部の袋を全部検査するっていう体制で、少しでも皆様に安心していただけるような行政側も頑張って協力してやっております。はい、今までにはないもっと魅力のある福島、そういうのを発信していけたらいいなと思って頑張っていきたいと思います。